ゼップ・ピオンテックは、ドイツ出身のサッカー指導者、元サッカー選手。選手時代のポジションはディフェンダー。1949年に、VFL ゲルマニアルエアでサッカーを始め、1960年に、ベルダー・ブレーメンへ移籍。選手時代は DF を務め、1964から65シーズンには、ホルスト・ディーター・ヘッド・ゲスラと共に、ブンデスリーガ初優勝に貢献した。 西ドイツ代表としては1965年3月13日に行われたイタリア代表との国際親善試合でデビューし国際 A マッチ6試合に出場した1970年に深刻な膝の怪我を負ったため試合出場の機会を失ったその後オフシーズンの間に指導者ライセンスを取得し1971年10月に ブレーメンのコーチに就任したことで選手としてのキャリアを事実上へ、翌1972年6月3日に行われた SC ロートバイス・オーバーハウゼン戦が最後の試合出場となった。現役引退後、フルスのブレーメンの監督を3シーズン務めたが目立った成績を残すことはできず、1975年からはホルトゥナ・デュッセルドルフの監督を務めたが1シーズンで解雇された。 1976年に、ハイチ代表の監督に就任して 1978FIFA ワールドカップ予選に挑んだが僅差で、本大会出場を逃し、1978年からは、ブンデスリーが2部の FC ザンクトパウリの監督を務めた。1979年7月1日、デンマーク代表の監督に就任した。デンマークサッカー協会は当初、 ヘネス・バイス・バイラーやヘルムーとヨハンセンの監督就任を希望しており、ピオンテックは3番手の候補だった。当時のデンマークにはプロリーグが存在せず、代表チームも予選敗退が続いていたが、その一方でアラン・シモンセン、モアテン、オルセン、セーレン・レア・ビー、プレーベン・エルケア・ラルセン、ミカエル・ラウドルップをはじめとした、国外でプレーをする優秀な選手たちを有していた。 就任当初、ピオンテックはデンマーク語を理解していなかったが、数週間でこれを習得すると、個々の選手たちにフォアザチームの必要性を説いたという。また、プレスディフェンスや状況に応じて4から4から2フォーメーションから3から5から2フォーメーションに変形する柔軟な戦術を採用した。UEFA 欧州選手権1984予選では、 イングランド代表と同じ組に入る厳しい組み合わせとなったが、1983年9月21日に敵地ロンドンで行われたイングランド代表戦で1の0と勝利し、最終的に予選3組で1位となり、本大会出場を決めた。1984年にフランスで開催された本大会では準決勝で、スペイン代表に PK 戦の末に敗れたが、 メディアやファンはヨハンクライフを擁したオランダ代表の再来と評した。1986FIFA ワールドカップ予選も突破し、同国を初のワールドカップ出場に導くと、1986年にメキシコで開催された本大会ではグループリーグでウルグアイ代表を6-1で下すなどベスト16進出。1988年に 西ドイツで開催された UEFA 欧州選手権1988にも出場したが、この時期にはチーム力はピークを過ぎており、1990年2月に監督を退任した。その後、トルコ代表やブルサスポルの監督を務めた後、1995年にデンマークに戻り、オールボービー系やシルケボーイフを指揮、2000年から2002年にかけて、 グリーンランド代表を率いたのを最後に監督業から退いた。ありがとうございます。